腎臓人間19目です。どうも。今日はね、火曜日、平日、仕事帰り、超疲れた。超喋りたくない。超喋りたくないんだけど、今日はね、お知らせというかね、この、腎臓人間19号チャンネルがね、無事、めでたく、放送300回を突破したということで、記念の動画を撮りたいと思っております。どうぞ短い時間ですが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。珍しいでしょ、このアングル。横からのアングル。たまにはね、気分を変えて、行こうかなと。今日の夜ご飯はこちら。いつものガチ採点じゃないよ。ただ、つれづれなるままに、おじさんがお話しするという回で、ご了承をください。ネギトロ。ミニストップで買ってきたネギトロ。まあまあ美味しいよ。まあ、93点ぐらいかな。結構、高得点だよね。美味しいんですよ、本当に。回る、お寿司屋さんで食べる、ネギトロのレベルだと思います。今日は特にね、リップサービスもなく、何事もなく、平日の疲れてるサラリーマンおじさんに、どうか、わがままを言わせてください。今日も疲れたよ。なんでこんなに毎日仕事って疲れるんだろうね。僕ね、仕事向いてないんですよ、そもそも。まずこの7時間半机に座って、あ、違う、椅子に座って机に向かってパソコンに向かって黙々と仕事するのもあんまり得意じゃないし、電話で他部署の人に伺いを立てるのもあんまり得意じゃないし、何かと得意じゃないことを毎日いろいろこなしてますね。ちょっと醤油も足すし、ちょっと海苔も足してみようかな。まあ、おかげさまでね、皆さんのおかげで、放送300回を迎えることができたけども、今年の春ぐらいから再生数がガンと伸びたんですよ。僕の動画は主に種類に分けると4つあって、1つ目が食レポ、コンビニアイスとかコンビニスイーツの食レポでしょ。で、2個目がオケもなくベッドに寝そべりながら90年代の J-POP を歌うというもので、3つ目が、こうやってね、好き勝手カメラに向かって自分の経験や体験談をお話しするというもので、4つ目がさ、ゲーセンの UFO キャッチャーシリーズなんですよ。で、その UFO キャッチャーシリーズなんだけど、僕大好きで、クレーンゲームとか UFO キャッチャーが大好きで、友達とよくゲーセンに行くんだけど、年がいもなくね。で、この YouTube で、その最初にさ、今年の春に UFO キャッチャーの動画をアップしたらバズったんだよね。その超バズった動画は最近10万回再生ぐらいになってるのかな、 9.9 万回かな。とにかくめちゃくちゃバズった動画があって、それ以降ね、たまに UFO キャッチャーの動画をアップするんだけど、都度バズるんですよ。1万回以上見ていただいてる動画が結構あって、それによって僕のね、総トータル再生回数とか再生時間が以前のね5倍ぐらいになったのかな。で、そのおかげで収益化に必要な4000時間に間もなく達するんですよ。
1年間365日で、4000時間っていう条件があるんだけどね、収益化には。そこにね、あとちょっとで達成するのかな。まあ僕の力じゃない僕の力ではなくて UFO キャッチャーファンがね、見てくださってるって感じなんだけども、まあ運も実力のうちって言うじゃん。まさかこんな UFO キャッチャーのさ、ニーズがあるっていうことは知らなかった。刻み海苔、おいしいよね、海苔ね。ネギトロには海苔だね。ほら、美味しそうじゃないですか。うん。疲れが取れていく。この間の動画で、20代の頃はブラック企業と呼ばれるハードな広告代理店に入って、ハードな7年3ヶ月かなを過ごして、で30歳になってから転職して今の会社に運よく入れて、今の会社天国なんですよ。なんかすごいよ、人もいいし仕事内容もすごく、僕は苦手だけどね僕は苦手だけど、すごく文化的な仕事をしてるんですよ。人とのコミュニケーションが大事だったり、なかなかこういう会社あるんだなって思うぐらいホワイトな企業なんだけど、それでもね、僕の年齢的なものもあるのかもわかんないんだけど、41歳になるとさ、集中力がね、5時間ぐらいしか持たない。だから仕事が8時50分から始まって、午後3時ぐらいおやつの時間ぐらいになるとさ、もうなんか集中力の糸が切れちゃってて、滑舌も悪くなるし、頭も悪くなるんですよ。午前中に、してた仕事とか、半分ぐらい忘れちゃってて、いかんいかんみたいなメモを取ったりしてるんですよね。ミスはしたくないと思ってるから、メモとか取ってやってるんだけど、いつも3時を過ぎたあたりからちょっと、怪しいモードになっちゃうというかさ、気を引き締めていかないと、ちょっと一サラリーマンのレベルの戦闘力じゃなくなっちゃうんで、すごく気をつけてます。気をつけてるから疲れるんだよな。まあ無理をしないといけないから疲れてるんだけども、今の会社に新卒で入ってちゃんとねバリバリ働いてたら、すごくいい社会人生活になってたんだろうなって思うんだけどね。もしもって話はダメだよね。今を生きないとね。いただきます。うまい、ネギトロ美味しいね。特にこれといって大したことを喋ってないけども、今日はこれにて動画を終了したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。マジ感謝です。もしよろしければチャンネル登録、あと25人ぐらいで1000人かな、1000人突破したいな。どうなるかな、できるかな、どうだろうね。わかんないね。バイバイ。